ザードベンチャーズオブシャーロック・ホルムズ1892年の初版本シャーロック・ホームズの冒険はイギリスの小説家アーサー・コナンドイルによる短編集シャーロック・ホームズシリーズの一つで5つの短編集のうち最初に発行された作品である1892年の発行でイギリスの ストランドマガジン1891年7月号から1892年6月号にかけて発表された12の短編を収録している。ストランドマガジン連載時にはシドニー・パジェットが挿絵を担当した。イギリスでの初版はジョージ・ニューンズ社から1892年10月14日に、アメリカでの初版はハーパーブラザーズ社から10月15日に出版された。 イギリスで出版された単行本の初版は1万部で大量に発行されたストランドマガジンの合本版と競合していた。年内に8000部が売れていたが、ドイルは翌1893年1月に新聞各紙へ自腹を切ってシャーロックホームズの冒険の広告を出している。初版は間もなく完売し、 1893年と1894年に5 0 0部ずつ増刷された。収録された12の短編は、第1シリーズの6編と、第2シリーズの6編に分けることができ、見出しの相違で、はっきり区別することができる。第1シリーズは1891年7月号から、アドベンチャーズ・オブ・シャーロック・ホルムズのタイトルで連載が始まり、題名は、アドベンチャーズ・オブ。 シャーロック・ホルムズ・アドベンチャー・アイ・エース・キャンダル。イン・ボヘミア・アドベンチャーズ・オブ・シャーロック・ホルムズ・アドベンチャー・ツー・ザ・レッド・ヘデッド・リーグのような形式であった。ドイル自身はホームズ物語の執筆は6編で終わりにしようと考えていたが、ストランドマガジンでの連載が好評だったため、編集部から続きを書くよう強く依頼された。はじめドイルはこれを拒絶していたが、 原稿量の上昇などにより、執筆を継続することになる。第2シリーズは引き続き1892年1月号から連載された。短編の題は、ザ・ードベンチャー・オブをつけたものへ変わり、アドベンチャーズ・オブ・シャーロック・ホルムズ・セブン、ザ・ードベンチャー・オブ・ザ・ブルーカー・バンクル、アドベンチャーズ・オブ・シャーロック・ホルムズ・8ザ・ードベンチャー・オブ・ザ・スペクルド・バンドといった形式になった。 単行本へ収録される際には、第一シリーズにも、ザ・アドベンチャー・オブが付けられ、ザ・アドベンチャーズ・オブ、エース・キャンダル・イン・ボヘミア、ザ・アドベンチャー・オブ・ザ・レッド、ヘデッド・リーグなどとなっている。舞台や映画、テレビドラマの原作として、世界中で有名になったが、中でも1980年代にグラナダテレビ制作、ジェレミー・ブレット主演で、テレビドラマ化された、シャーロック・ホームズの冒険シリーズは、 特に有名で、日本でも NHK が放送した。最近では、スカパー、ケーブルテレビなどで、ミステリーチャンネルが放送している。タイトルは、ストランドマガジンに掲載されたもの。日本語版では役者により、様々な役代が使用されている。括弧内は、掲載号。ジャック・トレーシー、シャーロック・ホームズ大百科事典、日暮らし正道役、川で処防新社 2002年、152ページ、コナンドイル著、リチャード・ランセリングリーン中、解説、シャーロック・ホームズ全集第3巻、シャーロック・ホームズの冒険、小林司、東山赤高田博士役、川で処防審者、1998年、485ページ、ABCDF e コナンドイル著、リチャード・ランセリングリーン中、解説、シャーロック・ホームズ全集、 第3巻、シャーロック・ホームズの冒険、小林司、東山あかね、高田博史役、川で処防審者、1998年、657から691ページ、AB 笹野文み高、ストランドマガジン、シャーロック・ホームズ大辞典、小林司、東山あかね編、東京堂、出版、2001年、403から406ページ。ありがとうございます。